プレペティトールの香川のりえです。この度9月22日火曜日なんですけど、休日なのでこの日の10時半から12時まで、スタティー語勉強会をすることにしました。で、今日はなぜその勉強会をやろうと思ったかということを経緯をお話ししようと思います。これまでに随分たくさんの声楽家の方やそれから伴奏者にお会いしたんですけれども、まあほとんどの方がレチタティーボ得意っておっしゃる方いなくて、レチタティーボ苦手とか、レチタティーボ嫌いとか、やりたくないとかっておっしゃってる方がほとんどだったんですね。で、まあよくよくお話を聞くと、嫌いって言ってる方もどうやってね、上達したらいいするのかよくわからない、やり方がよくわからないから、だから、なんかやるのが嫌だなと思ってるっていうようなお話がありましたし、まあ、苦手っておっしゃってる方もね、そんな感じですよね。で、私自身のことを振り返ると、最初からできたわけじゃなくて、最初はやっぱりもうあたふたしたんですけれども、まあ、師匠がね、イタリア人の指揮者の師匠が手順を全部教えてくださって、まあ本当にコツコツと、でコツコツは私じゃなくて先生だったと思うんですけど、まあ根気よく続けてれば、まあ、できるようになるものなんですよね。まあやり方わからないで、見よう見まねでってちょっと難しいと思います。でもやり方がわかれば、1回ではできなくても続けてれば必ずできます。まあ、そんなやり方なので、これは皆さんにお話しして、ね、皆さんに好きになっていただいたらいいんじゃないかなと思ったので勉強会をすることにしました。レチタティーボっていうのはね、アリアのような華やかさはないですけれども、話がどんどん展開するし、それからあと登場人物のキャラクターもすごく強く出てくるので、本当にね、やり始めると本当面白いんですよね。で、演奏する側がその楽しさみたいなものを分かってれば、きっと聞いてくださる方、見てくださる方も楽しんでくださる。そしたらまたオペラの楽しみもっと増えるんじゃないかなと思うので、まあ、1回目は無料でまた開催することにしてしまいました。レチタティーボといってもね、タイプがありまして、一つはレチタティーボセッコ、おしゃべりみたいなんですね。例えばこれはフィガロの結婚の中の一つなんですけど、アンディアンアンディアンペパッチョミカザミアとかっていうね、そういうしゃべりみたいで、あとは今度はオーケストラの伴奏で、これもフィガロの結婚の中の伯爵夫人のなんですけど、この伴奏してるのはオーケストラです。まあモーツァルトのこういうもの、それからあとは、有名どころだと、そうですね、椿姫のエストラーノエストラーノエンコーレスコルペドクエリネチェ、こんな部分とか、あとは、無遊病の女の中のこういうようなタイプとか、いろいろあるんですね。で、両方のタイプをちょっといっぺんにお話しするのは無理があるので、時間がね、足りなくて、結局薄い説明しても意味がないと思うので、初回は基本となると思うんですが、レチタティーボセッコの方を取り上げます。で、2回目以降に、2回目は、今度は伴奏付きの、伴奏付きのというか、
本来はオーケストラの伴奏付きのレチタティーボについてお話ししていきます。で、そうですね、日程的にはですね、1回目に関して言うと22日に勉強会があるんですけど、10日にお申し込みくださった方にはどのオペラのどの部分を取り上げるかということをお知らせします。でその後に、多分数回にわたると思うんですけれども、これはやる気持ちがある方だけで全然問題ないんですけど、勉強会までにこんな準備をできたらしてみたらどうですかっていうのをこう順番にね、お知らせします。で1回目はちょっと無料なので、その添削はしないので、それぞれがやっていただいて、それで勉強会にでまたいろいろ書き込みをしていただいたらいいかなと思うんですけど、2回目以降の有料の場合はその事前の課題をやってくださった方は送ってくだされば、私が添削して、そして解説をつけてお返しするようにします。そうですね。で、もしリアルタイムで参加できないけどでも参加したいというお気持ちがある方は、当日の動画をちょっと編集をしてから、いらない部分とかは撮ってからアップしますので、これは全員の方にリアルタイムで参加した方も参加できなかった方にも URL をお知らせしますから、それをご覧になっていただいて、いただいたらいいかなと思います。で、視聴期間は、9月30日ま で9月30日まではご質問もどんどん受け付けますので、遠慮なさらないで、聞いてみてください。そうですね、多くの方に出会えることを楽しみにしていますので、どうぞお申し込みください。